はい、ということで C の22なんでこっちですね。はい、成田、いや成田じゃあは、ドバイにやってきました。ここからもう直行で帰っていきます。はい、まあ、意外とすぐでしたね。5時間6時間ぐらいしたらもうそのまま、来れたって。なのでまあ割と飛行機ですぐ普通に来れましたね。はい、ということでやっと入国審査が終わりました。結構時間かかったな。やっぱ7時に帰ってきて、6時か7時か帰ってきて、でそこから3時間ぐらい待って、今10時です。はい、めちゃくちゃ待った。やっぱね、帰国するの大変って聞いてたんですけど、こんな大変とは思ってなかった。もうね、一応今日から、昨日かから電子が一応有効になったみたいなんですけど、もう基本めっちゃ時間かかります。ほんまに PCR 検査受ける人だったりとか、書類に不備があったりとかして、なんかこう結構詰まったりとか、一人詰まったらもう2人3人4人みたいな感じで、もうどんどん詰まっていくみたいなね。なんか手際の悪さを感じました、すごく。本当にでも提出する書類がもう全部ほとんど紙だったりとかするんで、だいぶもうね大変です。ない人だったりとかすると、なんか隣でバッグめっちゃ漁って紙1枚を探すみたいなのもあったんで、めっちゃ大変でしたね。でそうですね、まあ、これからまた福岡博多行ったりとかすると思うんですけど、まずはちょっと自主隔離ということで東京で3日間ほど隔離して、でそこから、1回神戸地元を戻って、でちょっといろいろ話してから、福岡に行くっていう形です。ありがとうございます。あ、すっげー。あ、めっちゃいいですね。なるほど。はいはいはい、なるほど。あ、まあそうですよね。2回目です。あー、なるほど。こじんまりとしてていいですね。あ、ここがお酒のところで、なんかバーみたいになってるんですかね、ここって。みたいですね。こ、最近できてるっすもんね。こっちで。ありがとうございます。おー、なるほど。はぁ、あ、はぁ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 、綺麗ですね。あ、すげえ、めっちゃ綺麗。なるほどなぁ、これは。あ、エアコンも綺麗ですね。これアイリス、ほんとだ、ちょうどいいですね。あ、めっちゃちょうどいいかもしれないですね、ここちょうどいい。よいしょ、トイレがめちゃめちゃ綺麗。すげえ。もう待って。おしゃれトイレからのお風呂は、なんとめっちゃ、もうセパレートじゃなくてしっかりとしてますね。うん、素晴らしい。よっ。で、照明部も、靴が置いて、でここから入ったらもうすぐって感じですね。うんうんうん、収納はこっち。完璧やん。ということで3軒目が一新ビルディングっていうところですね。階段みたいになってて、はいはいはい、へえ、ありがとうございます。すごっ。はい、見たことない間取りですね。すげえ。あー、なるほどな。これはないな。これはないですね。これはレトロですね。はい、場所はここですね。2階の202号室です。ちょっと見ていきましょう。はー、 ありがとうございます。なるほど。あー、ちょっと狭いな。若干狭いですね。なんか今まで見てきたの中で比べるとちょっと狭いですね。そうですね。僕の感想は、はい、すいません、今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございます。ありがとうございます。ということで、これからジムのを探して、で1ヶ月ぐらいかかると思ってたの、僕今日決まりました。めちゃくちゃ早かった。ありがとうございます。で、意外と実は森部さんっていう方なんですけど、森部です。なんと、あの、なぎらのマンションですね、新婚当時のマンションを紹介させていただきました。まさかのつながりです。いや、本当にこれからお世話になると思うので。いや、こちらこそありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。
あれやれ。いや、いいじゃないですか、これは。ほら、あ、こんにちは。はい、ありがとうございます。あいつは何をしてんやろ。あ、こっち何をしてるんかな、この人は。あの絶対光には引かないようにしていただくのと、あのもちろんお客様同士で中学のこと、このストーブ、あの見てもらう、下でも見てもらうと分かるんですけど、バッテン印は中で見るようなこと、で、そのバッテン印を探して、大丈夫です。では、皆さん頑張ってください、どうぞ。行きましょう。うわ、すごい。入れたて、精神すぎる。どうですか、当たってるんかな。当たってるん、うん、ちょっと難しかったですね。 あれ全然当たってない。そんなことある。バンジー意気込みいただいていいですか。はい、いや、あのバンジー意気込み、あの意気込みいただいていいですか。え、な、なんですか。なんですかじゃない。意気込み、今からバンジー行くんですけど、体験型バンジー。はい。はい、意気込みいただいていいですか。そうです。まあ、いつも通りのパフォーマンスが出せればいいかなと思います。いつも通り。怖くなってしまった方は、目をつぶってください。はい、これからハウステンボスから博多に戻ります。あ、50円安いやつね。安いね。はい、ということでこれから博多から神戸に戻りたいと思います。ちょっと住民票とかの関係で戻らないとダメなんで、一回戻っていきましょう。ということで博多からそのまま神戸の方に帰りたいと思います。はい、ということで神戸に戻ってきました。ここから電車に乗ってちょっと家の方に戻るんですけども、今時刻としては5時半です。ということで今神戸に行ってるんですけども、昼の2時、3時か3時前になりました。これからちょっと転出届けだったりとか、こっちでしかできないようなことを今日一日丸ごとやっていきたいと思います。はい、そのために神戸に戻ってきて、で土曜日、今日今木曜日なんですけど、もう2日後には帰るというハードスケジュールです。はい、ということで神戸からそのまま博多に戻りたいと思います。はい、結構時間はかかったんですけど、割と、いい、まあ、用事が結構済んだって感じですね。はい、福岡着きました。これから、12時からちょっと人とお会いするんで、なのでまずは今日はちょっと午前中はゆっくり作業してから始まります。はい、ということで博多のパルコにやってきました。この天神の近くで実は人とお会いすることになってます。でチエロさんっていう方なんですけど、ちょっと後で紹介していきたいと思います。あの僕にコーヒーの知識はないので、これも丸投げしました。箱崎の美味しいコーヒー、コーヒー屋さんにあるここですね。はい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 、はい、そこで使ってるんですけど、それを入れております。僕多分一般の人よりはめちゃめちゃ飲むんでプレッシャーかかった。ちょっとうるさいかもしれないです。やべやべっつって。ちょっとうるさいかもしれないです。分かる人には分かる味ですよ。マジですか、マジですか。ちょっとつけてくれ。ありがとうございます。プレッシャーめっちゃかけますね。じゃあいただきます。よ、なるほど。これはうまいやつ。あれ、やったやった。ありがとうございます。ありがとうございます。僕今いろいろ物を忘れたわけなんで。ありがとうございます。僕がポンコツなんで、サポートめちゃめちゃ。いや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 。はい、ということで、博多にやってまいりました。ですね、まあ、これからまたちょっとカフェに行ってミーティングあったりなんですけど、もうね、来て、もう1日です。もうね、早速新しい人と出会ったりとか、もうあとはもうジム契約したりとかしました。はい、早速です。めちゃくちゃね、いいところですね。めっちゃ好きですね、ここは。
すでに好きになったので、なので、博多でまずはちょっと4月1日のジムの開業に向けて、動きながら、4月1日まではホステルでいて、1日から、またそのジムで、住民票を置いたりとか、あとは、そこで開業の準備をしたりとかするんで、なので、まあ、ちょっとバタバタになっちゃうんですけれども、楽しんでいきたいと思います。